さん、おはようございます。カエラです。今回は今日のイベントなので、そのモーニングルーティンを撮っていきたいと思います。ちょっとまだ頭が起きてなくてぼーっとしてるんですけど、頑張って撮りたいと思います。朝起きてコンタクト入れて、あと水洗顔だけしてきました。なのでむくみを取るマッサージから始めたいと思います。ちょっと本当にまだ起きてないって感じなんですけど、雨降ってるのかな今日。昨日ちょっとパラパラって感じだったから、どうだろう、降ってないことを願う。なんかもう朝起きてスマホ見たらみんなも起きてて、本当にありがとうっていう。私より早く起きてる方がたくさんいるんです、イベントの日は。だから嬉しいです。はい、こんな感じで夜も使ったマジッククリームを塗ったらマッサージから始めるんですけど、まずかくゴリゴリします。でもなんか本当にこの1週間これを楽しみに生きてたから、なんか今日で楽しみ終わっちゃうのがちょっと悲しいけど、頑張ります。でちょっとクリームを首まで塗ったら、ここをつまんでほぐします。したら耳をめっちゃ引っ張る。で回す。さっきよりは取れたかな、本当に。したら耳の後ろのちょっとくぼんでるところにここを当ててグッてやります。私猫背なので、いつも一周戻して下ろした位置が正常の位置だから、これを意識してるんですけど、なかなか治らない。そんな簡単には治してくれない。なんか朝ってめっちゃ伸びたくならない。私いつもこうやったり、なんか背伸びしたり、めちゃめちゃなんかボキボキ鳴らすのが好きで、都築さん、私のいつもお願いしてるヘアメイクさんに教えてもらったんですけど、手をこうちょっと段差になるようにやって、息を吐きながらこれを上にやって30秒ぐらい止まるっていうのをやります。これやると肩も背中も動くので結構いいって感じです。もうこのまま寝ちゃいそうなぐらいなんですけど、どうやって聞こえたかな。あれ、ちょっとすっきりしましたよ。私はちょっと体を伸ばしますね。化学チェンジ。はい、ちょっと立ってやろうと思ったんですけど立てなかったので、座ってやりたいと思います。手をこうやって顎をここにかけて上にうーってやります。グリグリします。
そしたらホテルに朝食がついてるのでそれを食べてきたいと思います。みんなしばしお待ちください。バイバイ。はい、ご飯食べてきました。なんかめちゃめちゃ豪華でビュッフェスタイルだったんですけど、つまいものケーキとかマグロとかなんか広島名物もたくさんあって美味しかったです。で、そしたらちょっと前髪を下ろしたいと思います。癖が結構強い人なので反対に止めて癖を直していきます。本当に豪華すぎた。で、私はさつまいものロールケーキととろろご飯にマグロを入れて食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。前髪ちょっと濡らしてきますね。濡らしてきました。髪の毛とかはヘアメイクさんがやってくれるからちょっと癖を取って、この前のイベントで私みんなより入りがちょっと早くてヘアメイクとかするんですけど、私と同じ時間よりか前とかに来てる子がいてすっぴんで遭遇しちゃったので、すっぴんでも可愛くいないといけないかなと思って寝癖とかボサボサで出ないようにしてるので乾かしていきます。朝起きた時天気の話したじゃないですか。さっき見たらめちゃめちゃ晴れてました。やったー。はい、でそしたらストレートアイロン持ってきますね。ストレートアイロンはリファのやつを使ってます。今日はお団子と勝ち盛りなので表面だけすぐにしますね。温度いつも180でやってます。時間に余裕があるからいい朝って感じ。もうちょっと寝れたかも頭を起こすまでに時間がかかるからこれぐらいに起きとかないといけない。いつも撮影とかの集合の2時間前とかに起きてます。はい、温まった。で、前髪はさあくらい。私癖がすごくてまっすぐに絶対ならないからそれはもう諦めて2倍いいぐらい。はいはい、そしたら前髪はもうこんな感じ。髪の毛は本当に表面だけ癖でうねっちゃうので雨だったらもう諦めて何もしないんですけど、でなんか昨日私がインスタライブやってる頃に10時とか9時とかまでお店の準備をしててくれたらしくて、こんな時間まで準備してくれてるんだと思ってちょっと心が痛くなったけど、スタッフさんたちのためにも今日は全力で楽しんで頑張りたいと思います。できました、髪の毛。そしたらまだ全然あと1時間ぐらいあるのでお部屋を片付け、綺麗にしながら出る準備をしてちょっとのんびり過ごしたいと思います。はい、ということで私服に着替えました。今日は全身リピピです。ちょっと見せようかな。こんな感じです。ちょっと横が空いてるキャミオンピース、プリーツで、靴もマシュマロみたいなエピピのサンダルとふわふわの涼しいので羽織気味で行きたいと思ってます。てな感じで私の私服です。もう出るのでモーニングルーティーンは以上になります。最後までありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。 SNS もチェックしてね。